優勝戦1号艇飯山泰史選手です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今節15号機ということで、そこまでエンジンは高、勝率は高いエンジンではありませんでしたが、はい、はい、シリーズ4勝を挙げての予選トップ通過となりました。そうですね、展開とあと出足もいいので、はい、いい成績でまとめられました。日々の調整としてもいい調整でいけてらっしゃいますか？はい、そうですね、出足型ということで、インで戦うにはもう十分の話はありますか？そうですね、もう少し伸びが欲しいんですけれど、はい、バランス取っていきたいと思います。はい、じゃあもうちょっと、じゃあ伸びもちょっと求めていきますか？今日はそうですね、ちょっと気温に合わせてペラ調整していきたいと思います。はい、そしてスタートに関してですけれども、風のね、強弱もある中の一節間でしたけれども。そうですね、今日は初めてしっかり向かい風が吹くと思いますので、はい、そこをしっかり緩和合わせていきたいですね。はい、今日はね、地元での1号艇での戦いとなります。どんなレースをしていきたいですか？はい、優勝したいです。はい、それではもう一言、ファンの皆様にメッセージお願いします。はい、船券に貢献できるようにしっかり走ります。よかったら買ってみてください。優勝戦2号艇佐々木寛太選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。平和島では初優出ということに、ね、はい、なりました。今節戦ってきて、ご自身のレース、はい、どんなレースができてますか？なんかパッとしない普通のレースができてます。あ、そうなんですね。あまりこう、はい、エンジンとしては数字のないエンジンですけれども、はい、今の段階ではこう船足としてはどういった評価になりますか？そうですね、3号艇の人が橋本さんがすごく伸びてたんで、はい、ちょっとそこだけ気をつけて端マーク回りたいなっていう感じの感じです。昨日のインタビューの中でも伸びはもう少し欲しいというお話もされていましたけれども、はい、そのあたり昨日後半レースはいかがだったんですか？ちょっと伸びくるかなと思って叩いたんですけど、はい、もうあんまし来なくて、普通のその出足とかも伸びとかも一緒のぐらいのバランスが取れた感じの足です。今日に関しては特にここはしっかりさせておきたいという部分ありますか？そうですね、伸びも来なかったので、本当は3号艇の方に伸びられたくはないんですけど、はい、うまくその展開向いてくれるような感じ思ってちょっと出足寄りに叩こうかなとは思ってます。これまで戦ってきた中でその出足だったりターン回りに関してはしっかりした状態でレースはいけてらっしゃいますか？そうですね、バランスが取れてすごくいい感じにはい、できてます。はい、そしてスタートに関してですけれども、昨日はね、はい、かなりタイミングの早いスタートもありましたけれども、はい、節間通してこのスタートの見え方というのはどうなんですか？昨日はすごい早かったんですけど、はい、ちょっとなんかばらついてたんで、すごくスタート難しいです。全然分かってないです。そうなんですね。じゃあそこはちょっとこう特訓などでもつかみながらというところになりそうですか？そうですね、難しいですね。それではね、最後に優勝戦に向けて意気込みをファンの皆様にお願いいたします。はい、しっかり連に絡みように頑張ります。応援お願いします。優勝戦3号艇橋本久和選手です。よろしくお願いします。お願いします。シリーズ2勝を挙げてこの優勝戦に進出ということになりました。はい、いい手応えでレースはできていらっしゃいますか？悪くはないですね。はい、悪くはない、はい、逆にこういい部分っていうのを挙げられる部分ってなんか全体的にはいいような感じはするんですけども、はい、その中でも伸びはいいかなって気がします。昨日も展開を作っていく場面もありましたけれども、はい、展開作れる船足ではありますか？そうですね、ただこのメンバーに入ったら、その伸びが普通になっちゃうのかなと思うんですけども、はい、それはまたこう特訓などでも、はい、いろいろ比べながらというところになりますか？そうですね、今日の優勝戦に向けてはそのいい伸びをさらにこう求めていくのか、他にこう何か調整などを考える部分ありますか？あとはちょっと3号艇なんで、チルトどうしようかなって考えてるんですけども、はい、それぐらいですね。チルトは2日目からボートも変わってということで、はい、レードに変わりましたけれども、はい、チルトはそのマイナスとレードでこう違いというのはありますか？いや、前の方が取り付け高かったんで、はい、マイナスでいったんですけども、はい、ボート変わって取り付けが低かったんで、チルトゼロに跳ねて合わせていきました。今日これからその考える、チルトを変えるかもというのはその体感面をしっかりさせたいというところですか？チルトは跳ねて乗りづらくなければ、ね、伸びも
少しでも来れば、はい、まあ05も考えますけども、はい、あとはちょっとピット離れがちょっと不安なんで、うん、で05でピット離れしてないんで、はい、そこかなって思います、はい、そしてスタートですけれども、スタートに関してはスタートはなんかの風が弱まったり強まったりして、で今日も予報ではまあ向かい風が吹くっていう予報なんで、はい、うん、ちょっと感はつかみづらいですね。ただこう様子を見ながらのスタートでも少しこうスリットを覗く感じはありますか、ここまで。まあ若干ですけどもね、はい、思いっきりいけばさらにこう伸びは活かせる、いければなんですけども、はい、楽しみにしたいと思います。それでは最後に優勝戦に向けてファンの皆様にメッセージお願いいたします。せっかく優勝戦に乗れたんで、なんとか優勝できるように頑張りたいと思います。優勝戦4号艇坂口めぐる選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。なんと3年ぶりの平和島と、そうですね、いうことでしたけれども、うん、久々でした。久々ということですけれども、平和島は4連続優出と。そうですね、相性が多分24条で一番多分いいと思うんで。そうですか、はい、今節もいいイメージで戦いましたか。そうですね、なかなかちょっとうまいことこうちょっといろいろね、ちょっとインタビューでは言えへんけど、ありましたんで、ちょっと普段からちょっと体のメンテナンスは大事ですね。はい、船足自体は評価としては今どんな評価になりますか。本当ど真ん中な感じなんですけど、でもレース行くと、まあ、中堅上位ぐらいの感じはあるんですけど、特徴が逆に言うとないかなとは思います。じゃあこうバランスが取れている、まあいい意味で言うとそうなんですけどね、はい、ある意味で言うとなんか、うん、どっかが威張れるかって言われると、うんって感じですかね。はい、今日はその優勝戦に向けてはこう何かこう特徴を求めていきたいとかこう思いはありますか。なんか今放送で後半向かい風になるって言ってたんで、はい、もしかしたらゼロにするかもしれないんですけど、まあ、ちょっと、まあ、気圧とか、気温とかの兼ね合いを見てちょっと考えようかなと思います。はい、今節2日目後半にチルトをレードにされてますけれども、その時はねあんまりゼロの旨味がなかったというか、あんまゼロにした意味はあんまりなかったですかね。あ、そうなんですね。伸びるわけでもないし、ただ回転が上がらなかった日やったんで、まあ応急処置で前半後半ちょっと時間なかったんで行っただけなんですけど、はい、じゃあ今日のチルトに関してはちょっとこう旨味も求めていきたいところですね。そうですね、向かい風吹くなら旨味欲しいんですけど、どうかな、ちょっとやってみないとって感じはします。はい、はい、そしてスタートに関してですけれども、今節スタートに関してはいかがですか。思い通りのスタートになってますか。まあ遅いところで緩和っていう感じですかね。まあ20入ったぐらいのところですかね。もうちょっと10ぐらいいけたら嬉しいんですけど、なかなかそこら辺が難しいですね今節。はい、ちょっとね風の向きもねその変わる予報ということですから、そこはちょっと特訓などそうですね。今節まだ1回も向かい風ちょっとスタート練習もしてないし、はい、どうなんやろ、どれくらい違うんですかね、ちょっと分かんないんですけど、はい、ただ楽しみがある枠ではありますね。まあ、平和島はね本当にもうどこでもチャンスあるレース場やから、はい、はい、ではもう、はい、最後にファンの皆様に意気込みをお願いしたいと思います。はい、3連単絡めるようなとこ頑張ります。優勝戦5号艇飛田光輝選手です。よろしくお願いします。お願いします。シリーズ3勝を挙げて平和島は初優出ということになりました。はい、いい手応えでレースはできていらっしゃいますか。そうですね、はい、できていると思います。船足としては今どんな仕上がりになっていますか。伸びは普通ぐらいなんですけど、やっぱり平和島なんか自分はちょっと今日流れるイメージが強かったんですけど、はい、本節はやっぱそのターン回り系とがいいかなっていう、流れないんで、ターン回りとかその辺がいいかなと思います。はい、もう風がね強い時もありましたけれども、はい、それでもこうしっかりと回れる感じがある。そうですね、しっかりグリップ感があって、はい、いいと思います。そこからこう押してくれる船足もある。そうですね、はい、あると思います。はい、はい、今日は5号艇という枠になりますけれども、はい、こうどこかこう意識して調整していきたい部分っていうのはありますか。そうですね、やっぱりそのグリップ感とそのターン回り系をしっかり5号さんでしていきたいなとは思っています。もうじゃあしっかりとこう展開を捉えていくような船足にと。そうですね、ですね。スタートに関しては今節飛田選手はどうですか。イメージ通りのスタートになってますか。全く届いてないんで、もう本当に優勝戦はしっかり、はい、いきたいなと思っています。はい、
まあ、伸びに関しては普通ということですけれども、はい、下がったりとかそういったことは下がったりはないです。はい、わかりました。さあそれでは最後に優勝戦に向けてファンの皆様に意気込みをお願いいたします。はい、優勝戦優勝できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。優勝戦6号艇町鳥優希選手です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。4年ぶりという久しぶりの平和島での戦いとなりましたけれども、はい、いい感触でレースはできてますか？まあエンジンはいいと思うんですけどちょっと乗りにくさがあるんで、まあ、そこだけがちょっとしっくりきてないかなっていう感じですね。その乗り心地に関してはインタビューの中でもねお話をしてくださってますけれども、はい、その乗り心地っていうのはちょっとこう許容範囲なのかそれともちょっときついなっていう感じなんですか？まあちょっと思い切ってレースできないなっていう感じですね。はい、今日のレースに向けてはこう6号艇という枠になりますけれども、はい、乗り心地を求めるかそれともこう船足をさらに求めるか考えることありますか？まあ、とりあえず、はい、船足を求めていきたいと思います。はい、ただ昨日までの仕上がりとしても船足はどんな評価をされますか？まあ、中堅上位はあると思うんですけど、はい、まあ、ずば抜けていいことはないんで、はい、もうちょっと良くしたいなと思います。はい、そしてスタートに関しては昨日コンマ07のこうスタートもありました。はいはい、いいイメージでスタートはできてますか？いや、勘より届いてないんで、はい、ちょっと仕掛けました昨日は。あ、そうだったんですね。はい、まあ、全速でいくとやっぱりこうスリット気配はいい感じがありますか？そうですね、はい、少し伸びますね。じゃあそこにこうさらに足が上積みできれば十分チャンスはある船足になりそうですか？そうですね、はい、はい、それでは最後にファンの皆様に優勝戦の意気込みをお願いいたします。6号艇ですけどチャンスはあると思うので、頑張ります。